ここに来てから1週間。なんとか袴と草履は買えたけど。これからどうすればいいのやら。あの船頭さん、ずっとあそこに立ってるけど、帰らないのかな？うわ、同心が来た。よかったよかった、あっちに行ってくれた。ここの同心は歩いてて桶のそばを、通って壊したりすると、うぐに蹴り入れてくるから。怖いのよね。てか、なんで幕末時代なんかにいるんだろ。そういえば昔、高校生が、幕末時代に、タイムスリップするって、テレビドラマあったよな。は、これは盛大なドッキリ、なのかな？違うよなぁ。あれが黒船か。機会があれば行ってみよう。そういえば、領事館に顔出してほしいって言ってたし。頼めば乗らせてもらえるかもしれないしね。あとは大官女のむさ苦しいおっさんにも、力になってほしいって言われてたな。あ、般若党、だっけか、赤木とかいう人にも勧誘されたなぁ。モテモテで困るわぁ。何にも解決してない。とりあえず、ここに来る前のことでも、思い出してみよっと。確か、居酒屋で食事した後、帰り道に、電柱にぶつかって。この人もついてないわね。なんで運ばれたの？電柱にぶつかって舐めてた飴を喉に詰めて摘出手術中なの。こんな患者初めてじゃない？手術中だぞ。静かにしたまえ。すいません。メス汗汗メスメスメス汗メス。先生、患者の容体が。わー、こいつ何やってんの。飴取るだけでどんだけメス使うんだよ。てか、メスなんて使わなくても普通に取れるだろ。おい先生、しっかりしろよ。は、そうだった。俺先生だったんだ。ご臨終です。君たち今から食事でも行かないかい？もちろんおごりですよね。むにゃむにゃ。これ以上食べられないよ。お侍さん、お侍さん、お侍さん。うるさいな。だからもう食べられないって。お侍さん。お侍さん、網浜は初めてで？は、網浜？いやー、それにしても近頃の変わりようにはおったまげますわ。黒船が来てからは、般若党なんてわけのわからねえ連中がうろつき、それを幕府の役人が追い回し、やれ開国だの攘夷だの、毎日のように血生臭い騒ぎが起きてますわ。逮捕をどっかんどっかなんて日もありゃして、こちとら夜も眠れねえありさまですわ。こちとら昼しか起きられねえって。あれが黒船ってやつでさ、ご覧になるのは初めてでしょ？どうです、でかいでしょ？もうわけわかんねえ。さ、着きましたぜ。着いたと言われても、何をすればいいのやら。ご分、祈ってやすよ。ありがとうね。マジでどこだここ？網浜？横浜の違う呼び方？なんか人がいっぱい。とりあえず行ってみよう。今日はやけに役人が多いな。あの黒船の中で大事な会議が開かれているらしいぜ。大事な会議？なんでも。五大老様のお姫様たちが乗り込んでいるんだとよ。五大老のお姫様。ごくり。
日英合米の製紙工場、この網浜にお立てになるのですの。はい、日本は世界でも有数の良質な絹の産出国。そこに英国の技術が加われば、世界に通用する絹製品ができるのです。素敵なお話ですわね。お父様もお喜びになりますわ。攘夷派の連中が騒ぎ出しそうな話だけど。私は日本が豊かになり、人々の幸せに貢献できればと。考えています。あらさん、不謹慎ですことよ。いや、実に建設的で興味深いお話でした。未来志向というやつですな。雲上所頭取諸茂、感服つかまつった。いいかお前ら、上位志士どもが何やら不穏な動きを見せているようだ。大問題だよ。ことぶき光るある限り勝手な真似をさせないぞ。女王陛下の名にかけて、万人どもは一匹たりとも船には近づけぬ。あぶねえ。いきなり怪我するとこだった。うるせえバックの犬だな。黙らせてやる。お侍。見てないで、なんとかして。なんとかしてと言われても、侍じゃないし。って、なんか来たー。仕方ないからなんとかしてみるか。てか、刀あいつに素手はきついやん。ちょ、痛いって。てか、弱えな。いささか危険では。船を沖に避難させた方が。なりません。女王陛下の兵士たちが戦っているのですよ。手当てをしてあげなくては。船を下ろしてください。私も港へ行きます。ご冗談を。いいね、ゾクゾクするね。僕もお供させてもらうよ。伯爵、あんたまで。
どうなっても知らんぜ俺は。ところで五大老の姫君たちの姿が見えないようですが。ああ、あのジャジャ馬姫ならもう港へ向かっておられますよ。ふう、一戦なさるそうでしてね。我らに歯向かう者には容赦はせんぞ。何言ってんだよ。こちとらパン1&素手で何とかしろって丸投げされた職人だぞ。マジで切れたわ。刀もらっとこう。遠藤さん、もうちょっと早く焦げませんの。いや、そう言われましてもね、この波じゃねえ。うおおおおつべこべ言わず、さっさと焦げばいいんだよ。二度と焦げないようにしておいてもいいんだよ。こっちは金払ってんだ、文句は言わせないよ。いや、ダメじゃないよ。この口ですの。なんでこんな目に。早く。もう、泣かされましたわ。やるな。だが、貴様の命運もここまでだ。上位に逆らう者には天柱が下るのだ。死ね。見事に返り討ちにしてあげるよ。刀を手に入れたからそれで楽勝。余裕。何が今なの。うわ、はず。ちょ、痛い。いや、恥ずかし。もう怒ったぞ。我が剣の前では無力なり。やるじゃない、お侍さん。でしょでしょ、もっと褒めて。頑張ってね。僕、頑張っちゃう。うわ、早速国際問題じゃないか。シェ孔子様。付き合ってもらうぜ。取って食おうというわけではないが。助けてください。下等の女を助けようというのか。お願い、助けて。また面倒なことに。でもピンクの着物の人がまだこっち見てる。誰だか知らんが助かるぜ。お前も誰だよ。野良犬が幕府の番犬になったか。そこはカットなのだ。こんなとこで。腕は確かなようだ。面白いじゃねえか。まあね。で、お前、弱いんかい？赤木。大丈夫だ。今、味方切ったよね。敵には惜しい男だ。見たところ浪人のようだが、あんた一体何者だ。あんたこの国の今をどう思ってる。もし売れ行きがあるならその腕を。上位確保。僕は上位じゃないよ。異敵の女は香水臭くてからわんぜ。野蛮人め。香水臭くて外したわ。いたたた。狙いなのはお前だ。油断したか。待て。なんかむさ苦しいのだったな。すまない。お、やるな。いくぞ。あいうちかよ。弱っ。なかなかの腕だ。おっさん、大丈夫かい？死ぬ。この一大事に何をしていたんだ。なんだ、元気じゃないか。心配して損したぜ。なんか、周りうるさくない？やるな。俺たちの仲間にならねえな。何を言う？
ただの人殺し、無法者の集まりだ。あんたの目で判断するんだな。その気になったらこの先の神社へ来てくれ。待ってるぜ。アジト、今よの。おい、おんだ。お主は般若党の一味ではなかったようだな。拙者、勘違いしていた。どうだ、我々に手を貸してくれないか。お主のような武士を求めていたんだ。いや、謝れよ。大勘定の門はいつでも開けておくぞ。ありがとうございます。おかげで助かりました。あのよろしければ一度領事館にお越し願えませんか。領事館の門はいつでも開けておきます。後ろの金色も謝れよ。誰も謝ってくれない。お侍さん。いやいや、侍ちゃうし。この町でどんな活躍を見せてくれるのか楽しみね。みんなどっかに行っちゃった。というわけで今回はこれでおしまいです。皆様ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。